さあ、ここからはゲストをお迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。伊集院光とラジオとゲストとのコーナーです。今朝はサッカー解説者のセルジオ越後さんをお迎えしました。よろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らはドキドキしてるのは、サッカーを離れても、セルジオ越後さんは怖いのかな、怖くないのかなっていうのを今ドキドキしてるんですけど。誰がそういうイメージ作ったんですか。それは多分ご本人ですよ。いやいや。もうね、もう単刀直入に、セルジオ越後と辛口解説とっていう、もう項目があるんですけど。はい、これは心がけてるんですか、それとも。いや、要するに、僕も40何年日本にいるんですけども、J リーグからですね、やっぱりプロの世界とアマチュアの違いっていうのは日本はあんまり区別しないんですね。アマチュアは厳しく言っても意味がないんですよ、参加するに意味があるけども、プロはね厳しいんですよ。プロはね仕事する人、要するに全然その違いをね日本にはないんですね。アマチュアとプロが同じ目線で見るから辛口が少ないんじゃないかなと思うんですよ。もうそこはもう成城さんの中では明確にも分けてて、まあ会社の営業会議ではやっぱり辛口の上司がいますよね、はいはい、いいならいい、ダメならダメっていうね。だからプロっていうのは普通のみんな仕事してる社会と全く同じっていう認識を持つべきじゃないかなと。だから解説の仕事っていうのはいい時には褒める、悪い時に厳しく言うのが評論家と僕は思うんですね、はい。ただ僕は高校サッカーとかいろんなそういうアマチュアの行事やるときにもう超甘口ですね。へえ、そうですか、はい、甘口もあるんだ。このカレー屋さん辛口しかないのかと思ったら甘口もあるんですね。はい、量張った方がね長く食べれるんですよ。でもちょっと、まあ、大事なことかもしれませんね、はい、やっぱりそれっていろんなやり方あると思うけど、我々お金をもらった以上は頑張ったみたいなことだと、はい、あまりこう評価、普通にだってラジオ聞いてる人たち会社で、はい、売り上げは全くダメなんですけど、頑張ったんでじゃあよかったなって。ボランティア活動の方に叱ってもしょうがないんですよね、はい、給料が発生したら厳しい、それがねアマチュアとプロの違いという。だから僕はJリーグからやっぱり厳しくやらなかったら、うん、入場料払ってるファン、スポンサー、ものすごく人に関わってるところにどんまいどんまいだけでもね、意味がないじゃないかなと思うんですね。僕はそれこそやっぱりちょっと野球世代なんでサッカーそれほど詳しくないんですけど、それでもサッカー見るじゃないですか、はい、見るときにねいつもどの試合も大事な試合だって言い過ぎちゃって、何が大事か僕の中でちょっと分からなくなってるんです、はい、テレビでやっぱり中継があると、はい、これやっぱ絶対負けられないすごい試合だって言うけど、はいはい、どうも4こういろいろレギュレーション見てみるとそんなに大事なのかなこれみたいなのもあったりとかして。テレビ中継もやっぱり広告があったり、はい、いろいろそこに視聴率を上げなくていけないっていう、はい、まあ、プロ意識ですかね、はい、そこに。だから煽ってものすごい大事だと言わなかったら、うん、視聴率上がらないですよね。そこなんですよね、難しいとかそこなんです。そうですね、はい、中でセルジオさんがここは特に辛口だ、はい、こういうことは僕はサッカー関係者に認めないっていうことと、はい、割とこういうとこは私は割と認める好きだっていうところはどこですか。そうですね、僕は厳しく言うのはやっぱり常に、例えば営業マンが今月成績良かったからもう来月いいっていう、だんだん厳しくなるんですね。して、はい、それに追われて一生懸命頑張る社員は自分が得していくんですね。だからプロ選手っていうのは後ろからちゃんともっとやれ、もっと頑張れ、もっと成績上げろって評論家としてやらなかったら後悔するんです、引退した時にはね。だから今の年俸とか今の社会で満足しちゃいけないっていう、それは俺の僕らの仕事と思うんです。で、今の日本が世界の中のレベルとか選手の年俸にしてもステータスにしてもこれで満足しても僕は良くないじゃないかな。決してトップクラスじゃないんです今はね。 J リーグの選手の年俸も少ない、もっと頑張ればもっともらえるっていうそういう心があった方が僕は貢献している仕事じゃないかなって思うんですね。だからそう考えるとそれこそ J リーグできたあたりからぐらいからしか僕はきちんとサッカー見てないですけど、その、ワールドカップに出られたらすごいっていう時代から、はい、もう出るのが当たり前だよっていう風に、はいはいはい、
そこのハードルすごい上がってるじゃないですか、はいはい、それはもう下げちゃいけない。そうですね、あのアジアで日本だけじゃないし、うん、やっぱりそこの中に出て、まあ、他の種目とかゴルフとか、今の錦織が頑張ってるとかね、個人種目であれ団体種目であれね、やっぱりもっと上に行く、上に行くっていうことはね、やっぱりプラスになるじゃないかなと思うんですね。会社でも教育の中でも親が子に言うこと、上司が社員に言うことはね、そのダメにするためじゃなくてね、まあ、よくあのことわざあるんですけど、ブラジルでね、言われてる間花だよっていうね、はい、言われなくなったらもう計画外だっていうね、だからそういうところがやっぱり、まあ、僕は仕事として、いろいろ例えばカズ選手がセルジオさんぐらいだね、僕にあの僕が聞きたいことを教えてくれるの、あとみんなね褒めまくって褒めまくってね、自分が何足りないか分からなくなっちゃうっていうのが、まあみんなが考えるべきじゃないかなと思いますね。僕その決意を聞いてすげえなって、はい、本当に思います。でその家庭でもそうでね、はい、あのお母さんが厳しいよ、お父さん優しかったりとか、はい、でその逆だったりとかするじゃないですか、はい、そうするとやっぱ役目があって、はい、全員がちやほやしちゃうのも、あと全員がセルジオさんなのも怖いと思うんです。いやだからね僕もプロですから、うん、あのサッカー潰すために言わないんですね、うん、もっとサッカーが良くなれば自分ももっと儲かるんですよ。まあいいな。そこも正直にそうですよね、はい、サッカーを甘やかしてどんどんその右肩下がりになっていっちゃったら、弱くなっていっちゃったら、はい、結局解説の仕事もなくなっちゃうし、ワールドカップでもう一試合勝つことによってもう一つ仕事が増えるんですよ。これだからよくあのブラジルと日本が試合やったらどっちを応援するかって、もちろん日本だよっていうの、はいはいはい、なぜっていうのは日本が勝ったら仕事増えるんです。正直だな。ブラジルが勝っても俺には仕事増えないよっていうのね。じゃあ、うん、日本が世界一になるとするじゃないですか、はい、ワールドカップ勝つじゃないですか、はい、そうするとセルジオさんはやっと褒めるのか V2 の話を始めるのか、もうその時点でもう辛口は引退ですね。あ、そこだ、辛口のゴールは。ただ次の大会には2位になったらまた始まる、はい、また始まるんだ。じゃあもう世界の頂点の時だけは辛口をやっと休める。まあそれがやっぱりどのあの世界でもね、プロの世界では会社でも、だから今月良かったから来月は甘いっていうことはないと思いますよね。なるほどね。いや、わかるんです。どんどんこの年齢上がってく、どんどん年齢上がって、はい、僕は、今朝のラジオも始めて少しスタッフの年齢もちょっと高い人いますけど、はいはい、夜の深夜放送なんてもう若いディレクターとかしかいないから、はいはい、確かに怒られなくはないです。まあその分視聴者の人は怒られますけど、はい、まあ、スタッフからそんなに説教されるとかなくなってくると、まあ、自分が一番怒られたのは親と上司ですよ。はいはい。だから日本のあの解説者とか評論家もね、あの中継で結構甘口んのよね、はい、ただ現場に監督になった時に別人になるんだよね。ああ、そうなんですね。だから僕は同じことじゃないかなって思うんですけど、はいはいはい、中には分かってくれる人、それこそ今のカズさんみたいに言ってくれるのセルジオさんだけだよって分かってくれる人と、本当に反抗だけする人も多分いると思うし、あとファンにサポーターに怒られたりとかするでしょ。うん、でももちろんレズのチームっていうのはまさに勝ってる時には天国で、負けたら地獄みたいに、はいはい、それがバロメーターですね、チーム、それがチームに刺激するんですね、これはね。セルジオさん自体は、セルジオさん自体が辛口コメントを良かれと思って言うけど、周りからもうセルジオに解説させんじゃねえ、あいつ今後、うん、辛口すぎるよ。ただそのよろみながら仕事したら仕事できなくて自分を見失ってしまうんだから、自分がやってることが正論であるかないかっていうね。だからワールドカップブラジルでこの間やったんですけども、いや取材とかみんな今度ブラジルで行ったことない人が行くでしょ、うん、うわセルジョさんは本当は甘口だなって言われたのね。そういう海外に行ったらね、今本田選手とか海外でプレーしてる人はね、いい日はすごく褒めるんですけど、負けた日はものすごい言われるんですね、激辛。そうなんです。だからそういうのが日本にはなかなかその言いたいけども言えないっていうね、はい、だからサラリーマンでも上司には言わないけども焼き鳥の親父に言うのね、それを。なるほどなるほど。だから解決しないんだけどね、それは。本当にちゃんとその辛口同士戦わせてやった方が本当は伸びますよっていう、それが本当の仲良いチームじゃないかなと。結果を出るためにみんな議論するっていう、悪い方じゃなくてね、やっぱりみんなが家族とかね、親同士とかね、そういうのは結構言うて言われるっていうね、そういうところがやっぱり僕は一番いいチームワークじゃないかな。一つの目標のためにいい時にはみんないい、悪い時には悪いって生きれるっていうね、そういう社会です。で、あとはね、僕は子供の時からずっと選手を付き合ってね、
したら彼らは長い付き合いだからね、はい、あのお兄さんとか親みたいに見てくれるんですけども、一般の人がそれ会ったことない選手だから言えないし、だから僕が言ってることは何あのうさん言ってるけど、僕は長いみんながねずっと子供から付き合ったらね言えるようになりますよ。あ、信頼関係をきちんと築いてってことですね。あの人は僕が憎くて言ってるんじゃないっていうことがちゃんと伝わってるっていう、はいはいはい、まあブレたらね、はい、ダメな人間になりますよこれ。さあそんな中ですね、セルジオエチゴと、ハリルジャパンということなんですけど、はい、今の日本代表に対するセルジオさんの評価、はい、意見、まあ今まではね、はい、前の監督もその前の監督もね、うん、ここまでの実績っていうのはみんなやってる、ほとんどアジアの中でやってるからね、うん、問題はあの次のステップっていうのはワールドカップとか世界の中でね、うん、その差が縮まらない限りは評価はしても意味がないと思うんですね、うん、だからこれはザケノニ監督もジッコ監督も劇団監督もアジアでやってたらほとんど勝ってるんですよ、うん、ただアジアはワールドカップ行ってもどこも勝てなかったんですね、うん、だから そこで満足しちゃいけないんですよね。だから記録みたいに1秒縮めようとする努力みたいなもんでね、その前の記録出たからよかったよかったって言ったら一歩前進まないということですね。だから常に求めたいですね、それはね。そう考えるとその昔の監督に比べてもう求められてるものはもう全然もう高いところにあるんですか。そうですね、まあ、あのこの間もあの日本で大会やったけどもやっぱり勝てなかったんですよね、うん、だからあの監督って勝たなかったら意味ないんですよ。特に代表の監督っていうのは勝つための仕事ですから。あとはね、あのハリルジャパンとか、ね、監督の名前でジャパンつけるの僕は猛反対したいですね。これはね、これはクラブチームになっちゃうんですね。やっぱり選抜ですよ、代表ですよ、はいはい、これ世界中にね監督の名前はつけないんですね、そのチーム。そうなんだ、はい、だって J リーグのチームも監督の名前ついてないじゃないですか、はいはい、レーズとかサンフレッチとかね、はい、なんで日本代表ブランドにビジネスにしちゃう、ハリルジャパンってね。僕海外もそうなんだと思ってました。違いますよ、これ違うんですか、はい、か何でもバレーボールもなんとかジャパンとかね、うん、そうしたら僕が草坂チームセルジオチームって言ったら、はいはいはい、同じじゃん。やっぱり代表はね代表のステータスを守ってほしいですね。それは要するにその一人の人間のその規模の選んだ規模になっちゃうじゃないかっていう、そのジャパンが選んだっていう規模じゃなくなっちゃうでしょっていうのが意見だ。そうなんですね。だからもし監督を更迭したいならコロンコロン変えるじゃない、ジャパンっていうのは意味ないじゃないですか、はい、だからもう少しやっぱり監督は雇われる人であってチームは自分の名前は僕はつけるべきじゃないと思うんですね。これは 今 その日本代表で、日本代表でセルジオさんが一番こいつはいい褒める人誰ですか。あ、選手です。選手やっぱりあの今コンスタントに結果を出してるのは岡崎選手じゃないかなと思うんですね。やっぱりいい選手の条件なんですか、そのセルジオさんの、まあ、自分の役割をしっかり筋で出すということですね。得点求める人には得点を取ってもらうということですね。ゴールキーパーなら失点を減らすということですね。バックとかね、そういうところがやっぱりあの団体ですけども契約は個人ですからね、それぞれの数字がどれぐらい国内であれ海外であれどれぐらい試合に出てるとかね、どれぐらい貢献してるとかね、そうじゃなかったらただ好感度が上がればいい選手っていう勘違いしてしまうっていうのが日本にも多いんですね、それはね。まああんまり活躍してないのに CM が多いとかね、これはやっぱり何の職場だってか分かんなくなるじゃないですか、はい、世界は厳しいんですよ、それはね。やっぱり試合にちゃんと活躍しなかったらアフタービジネスは少ないっていうことですね。好感度はスポーツの結果として出るんですね。それだと今度まだそれこそ正常さん見てこいつ力あるのにと思ってるのに使われてない選手ってなかなか評価が難しいじゃないですか。いっぱいいます。あの代表っていうのはクラブチームじゃないから、はい、あの旬なものをしょっちゅう入れ替えてもいいからそこに競争心が生まれるんですね、うん、不動のメンバーを出たら落ち着いてしまうんですね、人間って、ね、もっと変えるべき頻繁。そうなんです。だからそれが裏付けるのはね、あの例えば試合後のインタビューにね、いろいろ反省とするところがあったら次にそれを生かしたいっていうのはそれクラブチームの発想ですよ。選ばれたら頑張りたいっていう言葉ないんですよ今の日本代表では、ね、だからもう不動のメンバーになりすぎて、あ、もうその時点でもうセルジオさんムカッときて何次選ばれる予定でいるのお前っていう、それはクラブチームの発想ね。へー、だから代表っていうのは選ばれてから発言するんですよ。だからもう自分はもう次の、 試合の時に自分も選ばれてそれを生かすって言ってるんだから、はいはいはい、あれ
ってこう思うんです。だからそういう環境もやっぱり僕らがチェックしてしょ、そこにあなんだまだ厳しいこと言ってるじゃないかなと思うんですね。だから怒りポイントはいろんなところにありますね。そうですね。でも言われてみればそうしたらもう一人の選手があれそうしたら俺は同じポジションでは無理かって思ってしまうじゃないですか。よくこういろいろ来日するねその、はい、外国から来日する選手とかに元ブラジル代表っていっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、であれはやっぱり入れ替わりが相当激しいから人数も増えてくる。そうなんです、ね、それもメディアが煽るんですよね。なぜ使ってるんだってこっちの方がいいじゃないかとかね、やっぱりものすごいこうメディア合戦がそこに煽るんです。そこに世論ができて、あの世論があってあの国民ももっとあの関心持ったらね、やっぱりすごい圧力かかるんですよ、その監督とか協会とかね。そんなそうするとこいつがっていうよりは本当に今調子いいやつはもうバンバン上げて使って、そうで結果出すやつはまた使えばいいっていう。代表は投資は関係ないんですよ。1試合やればいいんですから、うんかね、チームは1シーズン考えるんですよ、代表は1試合だから面白い。1試合勝つためにねだけでいいんですよ、あと入れ替えてもいいんですよ。だからもうベテランとかすぐレッテル貼ってしまうんですね。調子良かったらリーグで大活躍してて、その人が選ばなかったら何のためにリーグやってるかって。なんかすごい理にかなってる、それはすごく理にかなってると思いますね。でもついさやっぱりさインタビュー見てたらさ、そういう定番の言葉になるから、次への反省材料に生かしたいと思いますって言っちゃう選手の気持ちもわかるのね。でもこれからそれ聞いたらうわセルジオさん怒るわこれと思いながらで、いや怒ってないのよ、評論してるだけの。それは社会に僕はぶつける仕事であって、それをあの社会がこうだだって議論するために僕は情報を流すんですよ僕の、ね、それ本当に今僕ずしっとくるのは、本当はラジオで喋る仕事ってそうなはずなんです、はい、でも今炎上したりとか、はい、炎上して降ろされたりするじゃないですか、はい、怖くなるんですよ、いつも怖くなる。でもその家に帰ると怖かったらダメだから俺行くって思うんです。正しかったらね、あのうねりができるんですよ。これはねあの経済社会でも評論家いるし、あの政治社会でも今いろんな問題が起きてるっていうのは、これはメディアから始まってるはずの週刊誌とかね、ただいくらメディアがあの書いても世論ができなかったらうねりにならないんですよ、けど大きなうねりになってしまいましたよねこれね。それはみんなが関心持つことによってものが変わるんですよ、プラスになったりね。そういうところがやっぱり政治評論家経済評論家とスポーツ評論家も全く同じの仕事、ただスポーツ評論家日本では政治とか経済とは全く違う社会だね。求めないアマチュア、アマチュアっぽいあのイメージが強すぎる国もね、本当のプロだったら、経済政治みたいな厳しさが必要になって、僕だけが辛口って言われなくなるんですよ。さっきのメッセージあったんですけど、監督をやりませんかって言われたら、はい、よく言われる。そしたらあの葬式は美しいエンジンでね、いろんなパーツが必要ですよ、監督は一つの美しいパーツですよ、けどもそのパーツだけがいっぱいいてもねエンジンが動かないの、だからメディアに仕事する僕みたいな人もいるし、監督も必要ですし医者も必要ですし、ただなんで日本はみんな監督にならなかったらダメですかね。それは自分はプロの評論家として技術も自信を持ってるし、はい、意見にも自信を持ってると。監督は一チームに仕事するんですよ、評論家は全体的にできるという大事なパーツですよこれ、エンジンの中のね。だから何百人監督の順番待ってる国でナンセンスって僕思うんですね。これライセンス取ったから何がいいことがあるか、仕事貢献するものいっぱいあるんですよ。あとは僕はサッカーだけじゃなくてアイスホッケーチームのオーナーもやってるんですね、はい、これスポーツに貢献するということは一種目だけじゃないんですね。もう分かりやすく言えば、フォワード11人のチームなんかないですもんね。そういうことですよね。でそこにこうお医者さんもって入れるのがすごいなと思う。トレーナーから本当スパイク磨くのが一番得意な人だっていていいし、はいはいはい、っていうことだと、はい、まあ日本は並ぶのが大好きだからね、ラーメン屋でもどこでもね並んでる店はいい店と思ってしまうんですね。監督並んでる暇あったら順番回ってこないんだったらちゃんと他のスキルを並んでる順番待ってる人はね無職と思えばいいんですよ。はあ、何かすれば貢献、仕事するのが貢献してる人じゃないですか。なんかちょっとこのまだ短い時間ですけど、その辛口の源流みたいなものがちょっと分かってきた気がします。気になったらまた始まる、また始まるんだ。じゃあもう世界の頂点の時だけは辛口をやっと休める。まあそれがやっぱりどのあの
世界でもね、プロの世界では会社でも、だから今月良かったから来月は甘いっていうことはないと思いますよね。わかるんです。どんどんこの年齢上がってく、どんどん年齢上がって、はい、僕は、今朝のラジオも始めて少しスタッフの年齢もちょっと高い人いますけど、はいはい、夜の深夜放送なんてもう若いディレクターとかしかいないから、はいはい、確かに怒られなくはないです。まあその分視聴者の人は怒られますけど、はい、まあスタッフからそんなに説教されるとかなくなってくると、まあ自分が一番怒られたのは親と上司ですよ。はいはい。だから日本のあの解説者とか評論家もね、あの中継で結構甘口んだよね、はい、ただ現場に監督になった時に別人になるんだよね。ああそうなんですね。だから僕は同じことじゃないかなって思うんですけど、はいはいはい、中には分かってくれる人、それこそカズ、それ今のカズさんみたいに言ってくれるのセルジオさんだけだよって分かってくれる人と、本当に反抗だけする人も多分いると思うし、あとファンにサポーターに怒られたりとかするでしょ。でももちろんレズのチームっていうのはまさに勝ってる時には天国で、負けたら地獄みたいに、はい、それがバロメーターですね、チーム、はい、それがチームに刺激するんですね、これはね。セルジオさん自体は、セルジオさん自体が辛口コメントを良かれと思って言うけど、周りからもうセルジオに解説させんじゃねえあいつ、今後辛口すぎるよ。ただそのよろみながら仕事したら仕事できなく自分を見失ってしまうんだから、自分がやってることが正論であるかないかっていうね。だからワールドカップブラジルでこの間やったんですけども、いや取材とかみんな今度ブラジルに行ったことない人が行くでしょ、うん、うわセルジョさんは本当は甘口だなって言われたのね。そういう海外に行ったらね、今本田選手とか海外でプレーしてる人はね、いい日はすごく褒めるんですけど、負けた日はものすごい言われるんですね、激辛。そうなんです。だからそういうのが日本にはなかなかその言いたいけども言えないっていうね、はい、だからサラリーマンでも上司には言わないけども、焼き鳥の親父に言うのね、それを。なるほどなるほど。だから解決しないんだけどね、それはね。あ、本当にちゃんとその辛口同士戦わせてやった方が本当は伸びますよっていう、それが本当の仲良いチームじゃないかなと。結果を 出るためにみんな議論するっていう、悪い方じゃなくてね、やっぱりみんなが家族とかね、親同士とかね、そういうのは結構言うって言われるっていうね、そういうところがやっぱり僕は一番いいチームワークじゃないかな。一つの目標のためにいい時にはみんないい、悪い時には悪いって生きれるっていうね、そういう社会です。で、あとはね、僕は子供の時からずっと選手を付き合ってね、そしたら彼らは長い付き合いだからね、はい、お兄さんとか親みたいに見てくれるんですけども、一般の人がそれ会ったことない選手だから言えないし、だから僕が言ってることはね、姉さん言ってるけど、僕は長い、みんながねずっと子供から付き合ったらね言えるようになりますよ。あ、信頼関係をきちんと築いてってことですね。そうそう、あの人は僕が憎くて言ってるんじゃないっていうことがちゃんと伝わってるっていう、はいはいはい、まあブレたらね、はい、ダメな人間になりますよ、これは。さあ、そんな中ですね、セルジオエチゴとハリルジャパンということなんですけど、はい、今の日本代表に対するセルジオさんの、はい、さあ、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる丸々とについてお話を伺います。伊集院光とラジオとゲストとのコーナーです。今朝はサッカー解説者のセルジオエチゴさんをお迎えしました。よろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らはドキドキしてるのは、はい、サッカーを離れても、はい、セルジオエチゴさんは怖いのかな、怖くないのかなっていうのを今ドキドキしてるんですけど、誰がそういうイメージ作ったんですか。それは多分ご本人ですよ。いやいや、もうね、もう単刀直入にセルジオエチゴと辛口解説とってい もう項目があるんですけど、はい、これは心がけてるんですか、それとも。いや、要するに僕も40何年日本にいるんですけども、はい、J リーグからですね、はい、やっぱりプロの世界とアマチュアの違いっていうのは日本はあんまり区別しないんですね。アマチュアは厳しく言っても意味がないんですよ、うん、参加するに意味があると思う、うん、プロはね厳しいんですよ。プロはね仕事する人、要するに全然その違いをね日本にはないんですね。アマチュアとプロが同じ目線で見るから辛口が少ないんじゃないかなと思うんですよ。もうそこはもう正常さんの中では明確にも分けてて、まあ、会社の営業会議ではやっぱり辛口の上司がいますよね、はいはい、いいならいい、ダメならダメっていうね。だからプロっていうのは普通のみんな仕事してる社会と全く同じっていう認識を持つべきじゃないかな。だから解説の仕事っていうのはいい時には褒める、悪い時に厳しく言うのが評論家と僕は
ただ僕は高校サッカーとかいろんなそういうアマチュアの行事やるときにもう超甘口ですね。へえ、あ、そうですか、はい、あ、甘口もあるんだ、はい、このカレー屋さん辛口しかないのかと思ったら甘口もあるんですね、はい、あの量張った方がね長く食べれるんですよでもちょっと、まあ、大事なことかもしれませんね、はい、やっぱりそれっていろんなやり方あると思うけど我々お金をもらった以上は頑張ったみたいなことだと、はい、あまりこう評価、はい、普通にだってラジオ聞いてる人たち会社で、はい、あの売り上げは全くダメなんですけど頑張ったんでじゃあよかったなって、ボランティア活動の方に叱ってもしょうがないんですよね、はい、給料が発生したら厳しい、それがねアマチュアとプロの違いという、だから僕はあの J リーグからやっぱり厳しくやらなかったら、うん、あの入場料払ってるファン、スポンサーものすごく人に関わってるところにどんまいどんまいだけでもね、うん、意味がないじゃないかなと思うんですね。これ僕はそれこそやっぱりちょっと野球世代なんでサッカーそれほど詳しくないんですけど、それでもサッカー見るじゃないですか、はい、見るときにねいつもどの試合も大事な試合だって言い過ぎちゃって何が大事か僕の中でちょっと分からなくなってるんです、はい、テレビでやっぱり中継があると、はい、これやっぱ絶対負けられないすごい試合だって言うけど、はい、どうも4こういろんなレギュレーション見てみるとそんなに大事なのかなこれみたいなのもあったりとかして、テレビ中継もやっぱりあの広告があったり、はい、いろいろそこに視聴率を上げなくていけないっていう、はい、まあ、プロ意識ですかね、はい、そこにだから煽ってものすごい大事だと言わなかったら、うん、視聴率上がらないですよね。そこなんですよね、難しいとかそこなんですよ、ね、そうですね、はい、中でセルジオさんがここはここは特に辛口だ、はい、こういうことは僕はサッカーとサッカ ー関係者に認めないっていうことと、はい、評価が難しいじゃないですか。いっぱいいます、あの代表っていうのはクラブチームじゃないから、はい、あの旬なものをしょっちゅう入れ替えてもいいからそこに競争心が生まれるんですね、うん、不動のメンバーを出たら落ち着いてしまうんですね人間って、ね、もっと変えるべき頻繁、そうなんです、だからそれが裏付けるのはね、例えば試合後のインタビューにねいろいろ反省とするところがあったら次にそれを生かしたいっていうのはそれクラブチームの発想ですよ。はー、選ばれたら頑張りたいっていう言葉ないんですよ今の日本代表では、ね、だからもう不動のメンバーになりすぎて、あ、もうその時点でもうセルジオさんムカッときて何次選ばれる予定でいるのお前っていう、それはクラブチームの発想ね。へー、だから代表っていうのは選ばれてから発言するんですよ、だからもう自分はもう次のあの試合の時に自分も選ばれてそれを生かすって言ってるんだから、はいはいはい、あれってこう思うんです、だからそういう環境もやっぱり僕らがチェックしてしょ、そこにあなんだまだ厳しいことを言ってるじゃないかなと思うんですね。あ、だから怒りポイントはいろんなところにありますね。そうですね、でも言われてみればそうしたらもう一人の選手があれそうしたら俺は同じポジションでは無理かってこう思ってしまうじゃないですか。あ、よくこういろいろ来日するねその、はい、外国から来日する選手とかに元ブラジル代表っていっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、であれはやっぱり入れ替わりが相当激しいから人数も増えてくる、そうなんです、それもメディアが煽るんですよね、なぜ使ってるんだってこっちの方がいいじゃないかとかね、やっぱりものすごいこうメディア合戦がそこに煽るんです、そこに世論ができて、あの世論があってあの国民ももっとあの関心持ったらねやっぱりすごい圧力かかるんですよ、その監督とか協会とかね、そのそうするとこいつがっていうよりは本当に今調子いいやつはもうバンバン上げて使ってで結果出すやつはまた使えばいいっていう、代表は投資は関係ないんですよ、はい、1試合やればいいんですから、うん、逆にね、チームは1シーズン考えるんですよ、うん、代表は1試合だから面白い、1試合勝つためにねだけでいいんですよ、あと入れ替えてもいいんですよ、だからもうベテランとかすぐレッテル貼ってしまうんですね、調子良かったらリーグで大活躍してて、その人が選ばなかったら何のためにリーグやってるか、なんかすごい理にかなってる、それはすごく理にかなってると思います ね、 でもついさやっぱりさインタビュー見てたらさ、うん、そういう定番の言葉になるから次への反省材料に生かしたいと思いますって言っちゃう選手の気持ちも分かるのね、でもこれからそれ聞いたらうわセルジオさん怒るわこれと思いながらでいや怒ってないのよ、評論してるだけの、それは社会に僕はぶつける仕事であって、それをあの社会がこうだだって議論するために僕は情報を流すんですよ、僕のね、それ本当に今僕ずしっとくるのは本当はラジオで喋る仕事ってそうなはずなんです、はい、でも今炎上したりとか、はい、炎上して降ろされたりするじゃないですか、はい、怖くなるんですよ、いつも怖くなる、でもその家に帰ると怖かったらダメだから俺行くって思うんですよ、正しかったらねあのうねりができるんですよ、これはねあの経済社会でも評論家いるし
あの政治社会でも今いろんな問題が起きてるっていうのはこれはメディアから始まってるはずの、ね、週刊誌とかね、うん、ただいくらメディアがあの書いても世論ができなかったらうねりにならないんですよ、うん、でも大きなうねりになってしまいましたよねこれね、うん、それはみんなが関心持つことによってものが変わるんですよ、うん、プラスになったりね、そういうところがやっぱり政治の評価意見、まあ今まではねあの、はい、前の監督もその前の監督もね、うん、ここまでの実績っていうのはみんなやってる、ほとんどアジアの中でやってるからね、うんうん、問題はあの次のステップっていうのはワールドカップとか世界の中でね、うん、その差が縮まらない限りは評価はしても意味がないと思うんですね、うん、だからこれはザケノニ監督もジッコ監督も劇団監督もアジアでやってたらほとんど勝ってるんですよ、うんうん、ただアジアはワールドカップ行ってもどこも勝てなかったんですね、うん、だからそこで満足しちゃいけないんですよね、だから記録みたいに1秒縮めようとする努力みたいなもんでね、その前の記録出たからよかったよかったって言ったら一歩前進まないということですね、だから常に求めたいですね、それはね、そう考えるとその昔の監督に比べてもう求められてるものはもう全然もう高いところにあるんですか、そうですね、まあ、あのこの間もあの日本で大会やったけどもやっぱり勝てなかったですよね、うん、だからあの監督って勝たなかったら意味ないんですよ、特に代表の監督っていうのは勝つための仕事ですから、あとはねあのハリルジャパンとか、ね、監督の名前でジャパンつけるの僕はもう反対したいですね、これはね、これはクラブチームになっちゃうんですね、やっぱり選抜ですよ、代表ですよ、はいはい、これ世界中にね監督の名前はつけないんですね、そのチームそうだ、はい、だって J リーグのチームも監督の名前ついてないじゃないですか、はいはい、レイズとかサンフレッチとかね、はい、なんで日本代表ブランドにビジネスにしちゃう、ハリルジャパンってね、僕海外もそうなんだと思ってました、違いますよこれ、違うんですか、なんか何でもバレーボールもなんとかジャパンとかね、うん、そうしたら僕が草坂チームセルジオチームって言ったら、はいはいはい、同じじゃん、やっぱり代表はね代表のステータスを守ってほしいですね、それは要するにその一人の人間のその規模の選んだ規模になっちゃうじゃないかっていう、そのジャパンが選んだっていう規模じゃなくなっちゃうでしょっていうのが意見、そうなんですね、だからもし監督を更迭したいならコロンコロン変えるじゃない、ジャパンっていうのは意味ないじゃないですか、はい、だからもう少しやっぱり監督は雇われる人であってチームは自分の名前は僕はつけるべきじゃないと思うんですね、これは 今 の, その日本代表で、日本代表でセルジオさんが一番こいつはいい褒める人誰ですか、あ選手です、選手やっぱりあの今コンスタントに結果を出してるのは岡崎選手じゃないかなと、やっぱりいい選手の条件なんですか、その、セルジオさんの、まあ、自分の役割をしっかり筋で出すということですね、得点を求める人には得点を取ってもらうということですね、ゴールキーパーなら失点を減らすということですね、バックとかね、そういうところがやっぱりあの団体ですけども契約は個人ですからね、それぞれの数字がどれぐらい国内であれ海外であれどれぐらい試合に出てるとかね、どれぐらい貢献してるとかね、そうじゃなかったらただ好感度が上がればいい選手っていう勘違いしてしまうっていうのが日本にも多いんですね、それはね、まああんまり活躍してないのに CM が多いとかね、これはやっぱり何の職場だってか分かんなくなるじゃないですか、世界は厳しいんですよ、それはね、やっぱり試合にちゃんと活躍しなかったらアフタービジネスは少ないっていうことですね、好感度はスポーツの結果として出るんですね、それだと今度まだそれこそ政治をさん見てこいつ力あるのにと思ってるのに使われてない選手って割とこういうとこは私は割と認める好きだっていうところはどこですか、そうですね、僕はあの厳しく言うのはやっぱりあの常に例えば営業マンがこう今月成績良かったからもう来月いいっていうだんだん厳しくなるんですね、して、はい、それにあの追われて一生懸命頑張る社員は自分が得していくんですね、だからプロ選手っていうのは後ろからちゃんともっとやれ、もっと頑張れ、もっと成績上げろって評論家としてやらなかったら後悔するんです、引退した時にはね、だから今の年俸とか今の社会で満足しちゃいけないっていう、それは俺の僕らの仕事と思うんです、で今の日本が世界の中のレベルとか選手の年俸にしてもステータスにしてもこれで満足しても僕は良くないじゃないかな、決してトップクラスじゃないんです今はね、 J リーグの選手の年俸も少ない、もっと頑張ればもっともらえるっていうそういう心があった方が僕は貢献している仕事じゃないかなって思うんですね、
だそう考えるとそれこそ J リーグできたあたりからぐらいからしか僕はきちんとサッカー見てないですけど、その、ワールドカップに出られたらすごいっていう時代から、はい、もう出るのが出るのは当たり前だよっていうふうに、そこのハードルすごい上がってるじゃないですか、はいはい、それはもう下げちゃいけない。そうですね、アジアで日本だけじゃないし、うん、やっぱりそこの中に出て、まあ、他の種目とかゴルフとか、今の錦織が頑張ってるとかね、個人種目であれ団体種目であれね、やっぱりもっと上に行く、上に行くっていうことはね、やっぱりプラスになるじゃないかなと思うんですね。会社でも教育の中でも親が子に言うこと、上司が社員に言うことはね、そのダメにするためじゃなくてね、まあ、よくことわざあるんですけど、ブラジルでね、言われてる間は花だよっていうね、はい、言われなくなったらもう計画外だっていうね、だからそういうところがやっぱり、まあ、僕は仕事として、まあいろいろ、例えばカズ選手がセルジオさんぐらいだね、僕に僕が聞きたいことを教えてくれるの、あとはみんなね褒めまくって褒めまくってね、自分が何足りないか分からなくなっちゃうっていうのが、まあみんなが考えるべきじゃないかなと思いますね。僕その決意を聞いてすげえなって、はい、本当に思います。でその家庭でもそうでね、はい、お母さんが厳しいよ、お父さん優しかったりとか、はい、でその逆だったりとかするじゃないですか、はい、そうするとやっぱ役目があって、はい、全員がちやほやしちゃうのも、あと全員がセルジオさんなのも怖いと思うんです。いやだからね僕もプロですから、サッカー潰すために言わないんですね、もっとサッカーが良くなれば自分ももっと儲かるんですよまあいいなそこも正直にそうですよね、はいはい、サッカーを甘やかしてどんどんその右肩下がりになっていっちゃったら、弱くなっていっちゃったら、はい、結局解説の仕事もなくなっちゃうし、だからワールドカップでもう一試合勝つことによってもう一つ仕事が増えるんですよ。これだからよくブラジルと日本が試合やったらどっちを応援するかって、もちろん日本だよっていうの、はいはいはい、なぜっていうのは日本が勝ったら仕事増えるの正直だな、ブラジルが勝っても俺には仕事増えないよっていうのね。じゃあ、日本が世界一になるとするじゃないですか、はい、ワールドカップ勝つじゃないですか、はい、そうするとセルジオさんはやっと褒めるのか V2 の話を始めるのか、もうその時点でもう辛口は引退ですね。あそこだ、辛口のゴールは。ただ次の大会には、はい